監督スロット、ビッグシックスを勘違いしてしまう。アルネスロット、このリーグで優勝するには難しいアウェイ戦に勝つ必要があります。つまり、私が話しているのはニューカッスル、チェルシー、シティ、マンチェスターユナイテッド、アーセナルについてのことです。スパーズはなぜこんなに小さなクラブなのか。王兄弟、ユナイテッドはそのスモールクラブ2レーンだぞ。なぜ彼がマンチェスターユナイテッドと言ったのか疑問だ。彼にとって最も簡単な勝利だったのに、彼はトッテナムを難しいとは思っていない。スロットは間違っていない。トップチームに勝てなければチャンピオンにはなれない。しかし、マンユナイテッドはもうチャンピオンではない。彼らはフラムと同カテゴリー。ちなみにテンハグの下で3年が経ちましたが、トップ6とのアウェイ戦で1試合も勝っていません。ちなみにトップ9ですらビラ戦のみしか勝ってません。そうだよ、昨シーズンはビラ戦の前までトップ9相手に1試合も勝てなかった。マクトミネイが82分に救ってくれたんだけど、その後は勝てていない。この状況を洗わないと、もっと怒りが増すよ。一回スパーズに勝ってる。スパーズ戦はホームで勝利したアウェイ戦では2例のリードを奪いながら引き分け2となった。スロットはビッグシックスの名前を挙げただけです。